わわわわ、なに、なんだ、女の子に呼ばれてる、うん、え、これどういうゲームなんすか。あら、あー、こんなことになっちゃうってことか。すごい、とんでもねー。はい、まひろです。なるです。クルエルティ、これ、ね、日本で作られたホラーゲームなんだけど、なんか事故に遭った主人公が不思議な世界に迷い込んじゃうみたいな感じの話らしいね。まあ本当に生死をさまよってる感じなのかな。うんうんうん、 OK です。はい、じゃあやっていきましょう。はい、クルエルティは残酷さっていう意味だってね。ああ、今残酷なことしてそうだねこれ。うん、まさにだわ。おや、これか。あ、これが事故でっていうのが今この音かな。日本だね。うん、あ、誰もあなたを助けない。自分を救えるのは自分自身だけだ。この悪夢から目覚めることができるかどうかはあなた次第だ。なるほど。いや、本当にじゃあ自分でその生死のさまよって生きるかどうか選べるって感じなのかな。ってことかな。うん。なんか希望ある。希望あるね、まだ。希望ない声が。いや、多分今直後だから痛いんだよきっと。え、これ主人公の声これ。あ、違うのかな。どうなってんの。なんかブランカ見てる。見てるね、ビデオ。あ、なんか拷問されてそうな雰囲気を感じる。本当にアウトラストみたいな感じ。あら、あらららら ら, ら、あ、もうなんか拷問とかいうレベルじゃない。え、あ、これが主人公。虫、何虫だこれ、ゴキブリじゃない、うん、立派やね。あら、あー、なんか、あ、決まってますね、自分釣られてますし、自分か、これ自分、腕が、関節がやばいかもしれない。そうだね。あ、お花書いてある。本当だ、意外と可愛い。ん、何を見せられて、あれ、あ、またなんかループしてる。抜け出せるのか、もしかしたら。あ、なんか抜け出そうとしてる感じ、感じない。お、なんだなんだなんだ、抜け出せたっぽい。うん、やる。あ、今こっからが動ける感じだね。なるほどなるほど。なんだなんだ、なんだ、え、そう、なんか変わったね。あ、でも、まあ、繰り返し同じ映像だね。うん。あ、抜け出せるには意外にも。本当だね。あ、ニコちゃんマオ書いてある。衛生管理。やばいよ。まあ、この人たちに別に衛生面気にする必要ないんだろうね。そういうこと、え、うん、なんでどういうこと。あ、あ、押せるんだ。はい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 。あ、結構スムーズに。あ、しかも登れる。あ、急で登る。あ、確かにそこに手のマークあるもんね。なるほど、意外と方向を示してくれてるタイプのゲームだ。そうだそうだ。ああ、あ、すごい、肌がアクティブ、肌トゥルトゥルなんか。主人公ももう怪我してるね。ああ、じゃあもう拷問されてる最中か今。分かんない、事故の後だから怪我してるのか、うん、以前拷問されていたことがあるのか。そうだね、めちゃめちゃ人釣られてるね。すごい釣られ方してるね。ああ、もう向こうもすごい。あ、本当だ、女性かもしれないね。あ、なんだなんだ、どこだ、あ、どこどこ、君か、君か、全然男性だった。いや、私も、いや、ほんとよ、全然わからん、全然わかってないよ。なんで麻袋かぶせられてんだ。あ、ノアルです。あ、あ、やばい、ダム来てる、ダム来てる。あ、あらー、腕が、わお、すげえスプラッター、なんかもう拷問とかじゃなくて普通にやられましたけど。そうだね。あ、目合ってますけど。え、あ、え、食べてる食べてる。ん、何してんの。ん、食べてるよねこれ。あなた、それお仕事じゃないんだ。そうなんだね。上の豚じゃなくて人食べたいんだね、この人。あれ、あ、苦しんでるよ。お、生で食べるから。ああ。なんですか、あなた。鬼、鬼とかかな、もしかして。鬼なんか、おお、なんだなんだ、ホラーって考えると。え、どういうこと？今開けたらいる？あ、開らんないね。あ、開らんないのか。うん。まあ、どっかに登る、降りる、登るだの、押すだのがあるから。あ、開いた！いつの間にか開いた。もっと、アクション多めなのかと思ったら開いてたわ。あ、右に手のマークがあるから、右が正規ルートなのかな？あ、ほんとだほんとだ。E を押せばドア開けられますよってことだね。おー、後ろは行ってみる？一応見てみるか。え、なんかいいね。見てみない方が良かったかもしれない。やばい。あ、やばいやばい。いる？なんか。首絞めてる、プルプルしてる。すっごい。今言ったらやばいよね、これ。やばいそうだけど、見てみてもいいよ。あ、ムービー入った。わお。ああ。すごい、サクッて切れるね。敵と戦ってはいけないんだ。はい、じゃあ、こっち行こうかな。
閉めます。アウトラストで鍛えた扉締め。あ、テーブルの下に隠れられる。隠れられる。なるほど、こうやって隠れるんだ。あ、なんか独特な隠れ方。でも来なさそう。あ、来る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 。来てるー。やばいやばい。こうやって隠れながら、ステルスしながらって感じなんだね。出会っちゃいけないって感じだね。うん、基本的には。なんか胸のところに M、M って書いてある。なんか別の人出てきた。出てきたのあなた。なんでなんで。それはダメよ。そのまま隠れてればよかったのに。すごい脇締まってるね。ああ、よかったよかった。行ってらっしゃいませ。あんまりさ、あさらないタイプの殺人鬼だ。もうお腹は満たされたんじゃない？席食べたから。そうかもしれない。オッケーオッケー。それ左読み物かな。おこの土地を調べたところ、中世以来屠殺場として使われてきたことが分かった。何百年もの間、うん、殺されてきた動物の怨念が蓄積されている。あー、動物の怨念なんだ。うん、虫いる。え、なんだ、この見ちゃった。ゴッキーの方で言ってる。そっか、じゃあさっきの殺人鬼ってもしかしたら殺された動物たちの怨念の集まりなのかもしれないね。ああ、人型をなしてしまっているよ。うん、なのかもしれない。開けられる。ここは鍵が必要だ。ってことは、どっか漁りながらか。でしょ。なんか、ね、スチームページには謎解きとかあるって書いてあったから、うんうん。変なところに鍵隠されてたりとかするのかな。あそこから出てきたからあっちかな。あ、めっちゃ荒れてるね。ここあなたのお家じゃないの？行ってみます。あ、行けないです。開かない。ってことは、ちょっとこっち行っちゃうまずそうだな。殺人鬼あっち行ったから、ちょっと進んでみたら左に扉あるとかないかな。あ、こっち側か。お、あ、ここにもしかして鍵あったりする。さっきの彼がいらっしゃるよね、ここに。そうだね。あ、特にこの辺に鍵がある感じではないかな。あ、じゃあ普通に。あ、あ、彼は無残にも殺された。あ、そうね。鍵は持ってないか、さすがに。殺人鬼の行った方に行こうってことなのかな。かもしれない。いやー、ちょっと衛生面を気にする昨今。めっちゃテレビがある。ここは厳しいですよ。あ、なんか開けた。あー、特にこの辺何にもできる感じじゃないか。あ、なんか読める。あ、数日前から娘の様子がおかしくなった。突然叫び出し暴れ出した。食事も食べようとしない。この土地と関係があるのだろうか。私は地下に教会を模した部屋を用意し、そこに娘を閉じ込めた。あ、娘ちゃんじゃいる？悪魔が現れるかもしれん。そうだね。あ、じゃあ、あの、お目目のマークとかは、娘ちゃんが描いたのかな？ああ、これ娘ちゃんが描いてんのかな？わかんない。あ、開けられる。お、いいね、いいね、いいね。いいね、いいね。あ、なんか矢印書いてある。さっきのおじちゃんに行ける？あ、なんて、クラウチ？あ、しゃがめって言ってる。ああ、そうだね。なんだ？え？ん？赤ちゃん？おやおや？あ、娘ってあれのこと？あれ？君？あ、やばい。首ぐにってなった。おお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 。なんですか、なんですか？来るぞ。あ、来るぞ、来るぞ、来るぞ。まだこれはムービーだね。動画なのか。うん。なるほど。あ、やばい、来るんじゃない？あ、やばーい。娘。なんだ？少女の似顔絵が大きく描かれている。そんなのんきな。あ、少女から逃げるんだね。オッケーオッケー。なるほど。に、逃げ道を探せ的な感じかな。感じだったね。うん。こっちでいいかな。教会から出ればいいのかな、とりあえず。そうだね。あ、なんか声だけ聞こえる。あ、いた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 。どっかで今刺されてるのかな、私。あの子もしかして瞬間移動タイプ？あ、そうだ。なんか明かりと共にやってくる感じだ。感じだ。あ、誰かいる。クマさん置いてある。あ、ダメだ、こっちじゃない。あ、ごめんね、通るよ。こっちでいいかな。あ、青青青。痛い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 。やめて、娘ちゃん。あ、なんか矢印書いてあるから意外と知らせてくれてる、これもしかして。いいねいいねいいね。あ、よかったよかった。デルタっぽいし、意外と主人公の耐久値強いよね。あ、なんだ、今おじいさんいたよね。いた。おじいさんいたけどいなくなっちゃった。殺人鬼や女の子がうろうろしてるんじゃないかな。あー、そうかもしんない。バールが必要だ。バールか。おふけちまるだし。おふけちだね。あ、あ、あ、地下おけつ。あ、飛び越えるって書いてあるわ。いける？ほら、行ってこーい。いけるわ。あ、いいねいいねいいね。
あ、やばいやばいやばい。なんか来た、なんか来た。やばい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 。よくわからない先に声を上げてしまった。お父ちゃま来たわ。お父ちゃま来ましたね。ちょっと妹、妹じゃない、娘。娘ちょっとなんとかして、もういらないですって言ってご飯。ありすぎでしょ、これ、ご飯。これ終わったら終わったってこと？この音楽が。これで戻っていたらいない？戻ってまたドゥ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 って言われるからね。あ、でも意外とそういうことじゃない？諦めましたってことかも。あ、いるわ、いるわ。いたわ。いや、でも寄せないとダメか、こっちに。おびき寄せないと。あ、ほら、乗り越えてったもん。あ、そうそうそう。ちょっと、大変だね、音ちゃん。意外にもゆっくりなので、彼は。なるほどね。オッケーオッケー。ちょっと見えなかった。暗すぎて見えなかった。あーちょっと待って、お父ちゃま。あーお父ちゃま、やばい、捕まっちまった。あー捕まったら即死なんだ。あーお父ちゃまの方がだいぶやられてね、娘ちゃんより。あー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 あらららら。あー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 吊るされてる。何だ、うわ怖い、いたてぃてぃてぃ。あ、暗い。暗いよ、お父ちゃま。そこくるってしてもいいかもね。あ、確かに確かに。うん。で、行ってきます。先に行っちゃいますよってことか。うん、いいね。足遅いからね。お父ちゃまが戻る性質があったらちょっと困るけど。うん、多分戻っては来ると思うんだけど。絶対こっち来るよね、また。この辺に隠れられる場所見つけておきたいね。そうだね。あ、なんかすごいことされていますよ。あー、なんだこれ。あ、バールあるよ。あ、バール来た。来ました来ました。やったやった。これ女の人見られそうじゃない？まるで解剖されたかのような拷問を受けた女性の死体がある。現実だった。え、やばいやばい。あ、ごめんなさいお父ちゃま。大丈夫、グッていける。あ、いけない、ここ突っかかってる、突っかかってるここ。あ、そうなんだ。あ、いけた。あ、やばい、攻撃されてる。なんだ、どうなってんだこれ。あ、やばい、拷問されてる。俺が拷問されている。あ、でも一発じゃない、立てる、もしかして。あ、もしかして一瞬見失ってた、今。一瞬、そういうこと。なるほど、ハイハイすれば見失ってくれるのか。いや、嬉しい嬉しいよ、それ、その発見は。嬉しいってねえ。あ、巻いたかもしれない。いいじゃんいいじゃん、やったやったやった、いけるいける。バル使用します。早く早く、はい、これはムービーです。これ私やってないですこれ。主人公早く早く。あ、丁寧なお仕事。本当だね。あ、それぐらいでいけんじゃないですか。はい、くぐれるくるくれる。あ、これなんだ。行きましょう。これ俺か。低いね、これ俺目線だこれ。あ、俺操作。俺操作だこれ。いいねいいね。あら、ちょっと調べようこの人だ、なんだ。オッケー。子供が描いたと思われる肖像画や家族の絵が飾られている。そうだね、なんかちょっと不思議な色使いしてるね。そうだね。あ、右のイラストとかあれじゃない、お父さんが屠殺してる感じじゃない。あ、そうだそうだ、あれ娘ちゃんだ、あの黄色い服着てんの。左激うまじゃないあれ。何、激うまだ。あ、三人称に戻った。あ、本当だ。あ、進める、そこまっすぐ。あ、本当本当だ、ここ入れそうだよ。いいね、部屋に入ります。何、私外に出たいだけなんですけど。うわー、すごいことになった。あ、娘ちゃんじゃない、娘いる。あ、足踏んだ、やばい、嘘、やばいやばい、やばい、痛かったね、刺さった。あ、娘ちゃん待って。あ、あ、娘ちゃん、あ、待って、娘ちゃん、娘ちゃん何の能力者なの。いや、ほんとよ、すごくない。え、娘ちゃん、あ、危なかった、娘ちゃんの見逃された、狂気にやられ、あー、狂気に、足負傷してるよ、ちょっと待って、ごめんなさい、もう生まれましても、ごめんなさい、帰ります。この子のお部屋だったのね、ごめんなさいね。そうだったんだね、なんか読めそうだったから、戻ってこれるよねきっと、多分きっと戻ってこれる。ダイヤルロックか。あ、待って待って、娘ちゃん、あの、はい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 。あ、娘ちゃんもそういうことするんだ、自分で物借りるんだ。キュートエンジェルルーム。かわいい。そんなかわいい部屋じゃなかったよ。うまこんにゃく畑食べてんじゃないのよ。うまい。なんかこの辺に読み物あったよね、多分。そうだね。うん。あ、あったあったあった。あ、404だ。今404だって書いてあったよね、多分。うん、じゃあ次404。なんか職業がうんぬんだったけど。ちょっと読めなかった。ちょっと読めなかったけど、次404入れてみようか。うん、もう直でいいよ、毎回変わるかもしれないけど、ちょっと、うん。
ちょっと404、404で。404。来た。おい。イケア。あれ、すいません、ただ違うかもしれない。違うのかもしれない。毎回変わるかどうかを次で調べよう。そこ右じゃん。あ、わかんない。ちょっとここに行ったのかな。あ、168だ、168。168入れます。1。あ、ちょっと待って、待って。1。あ、6。8。あ、やった。いけるぞ。よし。あ、脅威去ったかもしれない。足治ったかもしれない。足治った。早っ。早っ、足治んの。足治っちゃった。あ、命乞いしてる。あ、登れる。やばい、もうそこ関係ないんだね、主人公。もう心はきっと死んでしまったんだ、彼の。登る登る。足も大丈夫？全然大丈夫そう。あ、セーブ入った。本当だ。娘ちゃん。行く先々におる。あ、なんか書いてある。ちょっとめっちゃ書いてあるけど、ちょっと読めそうにない、ね。めっちゃ読めない。うん。めっちゃ、めっちゃ笑ってたよ、今。怖ー。どうしたの？娘ちゃん、やめて。ただの死体か。これ、こっちはいけなさそうだね。あ、娘ちゃん。すごい力。一体何をしてるの？大の大人を。いや、ほんとよ。あ、いけ、あ、見てるね。見てるね。呼ばれてるよ、これ。猫ちゃんがこっち振り向くやつと同じだわ、これ。あら、さらに下へ。これ、絶対、追わない方がいいよ。確かに。それは分かっているんだけどね。あ、これは大丈夫な娘ちゃん。あー、なんだ、落ちた。落ちたけど、動じてない。気にせず走り続ける強い。ちょっと押します。オッケーオッケー。登ります。また登っちゃう感じですね。結構複雑だね、この家は。そうだね。悪夢を見てるだけなのか、本当に。分かんない。それとも交通事故で意識失ってる間に勝手に運ばれちゃった？ああ、なるほど。うん。あ、それさ、矢印があるから。ちょっと横にどけたらいけたりする？くぐれる？あ、そんなことない？あ、違うかもしれない。違いそうだ。主人公？通れるでしょ、ここ。戻ってみるか。戻るか。あ、なんかセーブ入った。え？本当だ。あ、なんか檻の鍵ある。なーに？何檻の鍵って。檻なんていっぱいありましたけど。え？え？あ、やばーい！あー、お父ちゃん来たー。待って、お父ちゃん、ごめん。何？どうしたの？俺悪くないからね。やめてお父ちゃん。やめてお父ちゃん。獣やん。お願い、やめてお父ちゃん、こっち来ないで。どういうことなの？俺は悪くないんだ。お父ちゃん、ここ登るとかできるの？お父ちゃん、それぐらいはできるから、さすがに。足遅いけど。あ、大丈夫そう。あ、閉めて、鍵閉めちゃうとかは？あ、ここの鍵ではないかもしれない。あ、違った。でも、さっきのは先に見ておくムービーだったのかもしれない。確かに。だって結局ここですもんね。そうだね。あ、先行けて。あれ？あ、だから鍵取ってなかったから進めなかったんだ。なるほど、親切だ、これは。親切なゲームだ。これはゲームの優しさだったんだ。うん。じゃあ、檻の鍵って、ここの誰かに使うってこと、もしかして。そういうこと？優しさ？君を助けるってこと？あ、全然優しさ見せない。君じゃないわ。うちの人？おお、なんだなんだ。どこの人？あ、行けなくなっちゃった。なんだなんだ、どの檻だ。そもそも、どの檻の鍵なの？あ、なんか読めそう。読む？何日か檻の中に閉じ込められたかわからない、うん。檻は窮屈で硬く冷たく無理な体勢で詰め込まれていた。うんうん、私の体は痺れて動かなくなった。垂れ流しの糞と腐敗した死体の匂いで吐き気がした。うわ。食事は与えられなかったので生きるためにゴキブリを食べた。うわ。ゴキブリは脂っぽくて苦く、トゲが口に刺さった。奇妙な汁が口の中に溢れた。すごいリアルな描写だね。食べたことあるんじゃないの？ねえ、すごい、ね。焦げってどこかわかんないもんだって、ゴキブリの。自分がなぜここにいるのかも思い出せない。一刻も早く家族の元に帰りたい。もしこれが夢なら早く覚めてほしい。もうここにはいたくない。いや、そう思ってるだろうね、主人公も。そうだね。うん。俺はさっき。あそこくぐれそうじゃない？ん？どこどこ？あ、ほんとだ。ここくぐれそうだ。いいね。いいね、いいね。ちょっと暗すぎてね、全然。見えないね、これ。さっ
きよりちょっと清潔になったかも、ここ。そうだね。まだいいかもしれない、さっきより。うん。あ、ここなんだ？おー！作業場みたいになってる。ほんとだね。え、まだ動くんですか？え、これ、あ、娘は女性よりも男性の肉が好きなようだ。特に大型 RH プラス血液を含む内臓が好きなようだ、うん。人間に極度のストレスを与える最も手っ取り早い方法は、狭い不衛生な檻に何日も閉じ込めて虐待することだ。あ、じゃあやっぱわざと不衛生にしてるんだね。だから多分ストレスを与える必要があるんだ。やっぱストレス感じてる肉の方が美味しいのかな、もしかしたら。あ、なんだ君、誰？なんか携帯いじってる？あ、檻の鍵使えるよ。あ、君は味方か、もしかして。君、なんですか？あ、なんだ。え、あれ？ダメだったわ。あ、鍵持ってる。あ、出口の鍵だ。あ、やった。なんであなた握りしめてたの？やったやったやった。さっきの場所から出れるんだ。あの、いっちゃん最初のとこから。あ、喜びすぎて、ほふく一瞬ね。嬉しさのあまり。やった、戻るぞ。戻るぞ。覚えてないけど、場所。あ、もうなんか、勘よ、勘。大丈夫？これなんで檻の中の人が持ってたの？あ、やばーい。やばいよ。あ、これまだ見える？見えないわ。左から出れる？ちょっと場所あんま覚えてないわ。チェイス。あ、待ってごめん、そんな目の前にいたのかな今、ごめんね。あ、ごめんよ。あ、なんだ、どうなってんだ。あら、ムービーだわ。君なんでそんな。あ、踏まれた。ああ、痛いね、痛いね。痛かったよ。五角形。本当だ、光が。え、これって強制このエンディング？そんなことないよね。あ、でもムービー入ってるから、今のはもう確定事項。おいおいおい、やばい、檻の中か。あ、なんか縛られてる俺、もしかして。あ、あら、あら、あらら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 。どういう状態？あ、私固定されてる、これもしかして。あ、ん？あ、なんかプランプランしてる。ここ、ここ。あ、やばーい。あ、いっぱいいる。なんかもう一人いる。あ、お前の方が先やられるんだ。あ、腕だけ固定されてんのか、今俺。なんで？おじいさん、ちょっとあの、ごめんなさい、娘さんとお話をさせてください。何？あ、あらら、あら、痛ーい。あー、でも腕だけ？よかった、腕だけだ。まだ助かる。まあ、じゃあ助かるか。アウトラストならいける。腕の1本や2本大丈夫。この、若干見えてるのは俺の左足これ。あ、あ、なんか抜けた、抜けた。主人公、主人公すごい。え？すごいよ、主人公、生命力。え、なんか平然としてる。あれ、お手手は？あ、あれ、あ、手ないか、ちょっと見えないけど、手、あ、ないか。うん、ないかも、あそこにあるもん、手が。でも、出れる、これ。命はこっち側かな？待って、ここ。なんか見覚えあるよ。ここだっけ？ここだ、ここだ、そこだ。それ、そこで階段降りればいいんだ。そうだ、そうだ、そうだ。ここだ、ここだ。来た。出れるか？まだ鍵持ってる？大丈夫？一戦目で会ってくれ。あ、やった。うわ、わしは逃げるぞ。あ、外出た。すごい、外だ。やったやった。大丈夫か、主人公。屠殺場出れる。あ、なんかドアあるよ。あ、ここから入れる、もしかして。ええやん。え、また入りたくなー。あ、やってます、やってます。やってね、あそこにでもアイテムがあるね、あの奥の方に。あ、ムービーか。ああ、あ、君、お父ちゃん？あ、なんかありますね、あそこにアイテム。あー、バールっぽい何かある。うわぁ。あー、バレた。しゃがんでたらバレました。ね、足引きずってます、私。足遅いです、さっきより。やばいやばい。あ、でも、お父さんも遅い。お父さんかなり足遅い。お父さんなんか乗り越えてきたね。あ、痛い。お父さん待って。あー、お父さん。ショートカットしてきたわ。お父さん足遅いけど、こっちもやっぱ足遅いからな。うん。ちょっとお父さん。オッケーです。足がやられてるんで、ちょっと勘弁してください。一旦草むらの方に逃げつつ。一旦お父さんの視界を遮ります。くるりと。そのまま、謎のアイテムを取りに行っちゃいます。アイテム取ったらそっからやり直しさせてくれないですかね、お父さんは。あ、それはわかんないですね。アイテム来た。いいよ。お父さん、これって逃げられてる。逃げられてる、お父さん。もしかしたら先に進むんだったのかもしれない。お父さん、ごめんよ。
もう勘弁してくれ。もう俺のことを追わないでくれ。お父さん。あ、やったんじゃないこれ。来た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 。フックを取ったよね。どこのフック？一応先に扉があったよね。今くるってしてきた建物の中に。本当にそん、うん、そうだった？だからもしかしたら扉だったのかな。戻っ。徘徊してる徘徊してる。やばいやばい。え、お父さんそれありなんだ。あばば危ないよお父さん。今行ける？今行けるね。あ、そっち行った。待って待って待って。あ、これはでも結構剥がれてくれる可能性ある。来た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 。ナイスナイスナイスすぎる。やったやったやった。これなんかできるのかちょっと見てみようこの辺。そうだね。うん。ちょっとこっちを先に。ダイヤルロックだ。ダイヤルロックはどっかに。錯乱してる男からダイヤルロック。錯乱してるとこ君か。お前か。お前彼はひどく錯乱していて会話ができる状態ではないだろう。おい起きろお前。ほら。ほらほらほら起きて。ほらより錯乱してしまうかもしれない。あ言ってくれ言ってくれ。何なんだ。いくつ？942。オッケー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 。942だね。入れますよ。あ、そっちってことだ。オッケー、これで出れる。やったやったやった。モンテ、嘘。え、もしかして、あ、お前何喋ってんだよってなってる。なってるー。なってるー。あららららえ。え、もしかして。え、あらららららら。でも自ら向かってくれたよねこの子。そうだね。あ、でも。やば。そんなに時間稼ぎにはなっていない。門はどこだ？押すことで開けることができます。押す。開け開け開け。開け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 。あれ？これ開いてんのかこれ。あ、開いてくれ開いてくれ。あ、開いた開いた開いた。やったやったやった。やったやった。逃げれた逃げれた。やったぜ。DVD の生存者みたいになってる。本当だね。ちゃんと緊張感がすごかった今。本当に逃げたみたいだった今。いや、え、どうなったんだ。あ、これは病院だ。あ、来た。やったやった。日本の病院かな。日本かなこれ。日本製のゲームだけど。お、先生、休館の方が目を覚ましました。よかった。やったやった。ここは病院だろうか。看護師の声が聞こえる。何が起きたのだろうか。ああ、やっぱ、うん、あの世とこの世の境目みたいな。そうだね。狭間みたいな場所だったのかな、うん。本当に悪夢を見てる感じだったんだ。私は今朝工場での勤務中に誤って金属加工機に左腕が巻き込まれて切断されてしまい。事故っていうのは勝手にあの車とかの事故だと思ったけど、仕事中だったんだ。痛みのあまりに気を失い病院に搬送されていたようだ。じゃあ左腕を失ったのは確かなんだ。そうなんだね。だからその痛みでってことか。今までのは全て夢だったのだろうか。あ、いやでも生死をさまよってる魂を借りに来てるのかもしれないね。そうだね。死神的な悪魔的な存在なのかな、うん、私は夢の中でも手を切り落とされひどい目にあった。もしそこで諦めていたり、あるいは農夫や子供に殺されていたら、私は目覚めることなかっただろう、うん。今はただ生きていることに感謝するばかりだった。うん、よかったよかった。なかなか珍しいよ、こうやって主人公ちゃんと生還するのって、ね。本当に本当にハッピーエンドで。そんなことを考えながら、ふと隣のベッドに目をやると、うん、眼鏡をかけた背の高い壮年の男が泣いていた、うん。看護師に聞くと、先ほど彼の娘がこの病室で亡くなったそうだ。今年で6歳の誕生日を迎える予定だった。今日でか。はい。ベッドの枕元には彼女が描いたと思われる絵がたくさん飾られていた。もしかして、え、これって、あ、お、ああ、そこは見せてくれない。あ、見せてくれなかった。まあでもそういうことだね、きっと。その亡くなる直前の娘の魂とちょっとこうリンクして悪夢を見た感じだったのかな。いや、めちゃめちゃ面白かったな。ハッピーエンドだけど、ちょっとここなんかんってなる感じの終わり方だったね。ってなっ、すごかった。あそこの娘は、うん、あの屠殺場に本当に多分住んでた人とかなのかな。なのかな。そしたら隣にいた娘はなんだろうね。もしかしたら同じ娘ちゃんなのかね。そこはちょっと考察の余地がありそうな感じだね。もしかしたら娘さん視点では、うん、もしかし主人公とかに追われてたかもしれない、ね。ああ、確かに確かに確かに。個人的にあの最後に微妙に助けてくれたような感じのするあの青年、青年が気になっちゃいます。めっちゃ俺が面白いんだけどね。うん、私あのお隣に寝てんのあの青年かと思っちゃった。確かにそれはそれで面白かったね。その横で泣いてたお父様がきっと追ってきてたお父様
と姿は似てたんだろうね。もしかしたら隣のお父様が何かしらの儀式とかしてて、娘の命と引き換えに、あ、彼を連れてってくれみたいなとかいう可能性もありそうな気がする ね、 ね、うんうん、動画を見ていただきありがとうございました、はい、高評価を押していただけると嬉しいです。コメントしていただけると励みになります。チャンネル登録でぜひ応援お願いします。はい、はい、ではまた次回の動画や配信で、バイバーイ。バイバーイ。